おはようございます。今日はですね、3月の16日なんですけど、明日ちょっと個人的なお話なんですが、明日私誕生日になります。誕生日になります。誕生日なんですよ。21歳になんとなってしまうんですね。なので今日は20歳ラストのラストデーということなんですけど、今日はですね、なんと2ヶ月ぶりかなぐらいに美容院に行ってきます。やっと行ってきます。このね、髪色前にハイライトを入れてもらってすごくお気に入りで、結構質問もいただいてるんですけど、いつもログっていうところでやってもらってて、で今日もそこに行ってきます。まあ20歳最後、21歳になるに向けて髪の毛の色を変えていきたいと思います。で、あと自分への誕生日プレゼントになんか買おうと思ってて、私欲しかったものがあるので、それもねちらっと見に行ってみようかなっていう風に思っております。また髪の毛変わって帰ってきたら動画回したいと思いますので、ということで、じゃあ今から行ってきます。じゃーん。はい、ということで染めてきました。どうですか？私めちゃくちゃ満足です。超可愛いんですよ。光の加減によって結構色が違って見えるんですけど、透明感のある色って言ったらいいのかな、すごい柔らかい感じのカラーで、なんかこうハイトーンだとギャルっぽくならないかなっていうのが私の中でちょっと心配だったんですけど、すごいね柔らかい感じのカラーなので、全然ギャルっぽくもなってないかなって私は思います。めっちゃいい色。ちょっと毛先も切ってもらって、髪の毛もね短くなりました。実は気づいたかな、みんな。こんな感じでイメチェンしてきました。あ、で、そう、それでずっとね欲しかった自分への誕生日プレゼントなんですけど、時間がなくなってしまって、そこがねちょっと行けなかったので、また別で買いに行こうと思います。前回ね、私は20万人突破企画でプラダのバッグを購入したじゃないですか。もう一つね実は欲しいのがあって、そう、プラダのねローファーなんですけど、それをね買おうと思ってます。もう早かったら明日行けるかな、行けたらいいかなぐらいで思ってるんですけど、残り20歳ももう少ない時間なんですけど、結構ね20歳は節目の年でもあると思うので、すごく特別な1年なのかなっていう風に思うんですけど、去年コロナが流行っちゃって、あんまりこうねいろんなとこに旅行に行ったりとか、そういう楽しみ方ができなかったなっていうのがちょっと心残りというか、せっかくの20歳の1年があんまり充実できなかったなっていうのはあるんですけど、まあでもね後悔してもしょうがないし、こうやってどんどんね年を重ねていくので、そこも通過点じゃないですけど、逆に今年こそはとっても濃い1年にできたらなっていう風に思います。まあどうなるか分かんないんですけど、確実にこの20年間私にとってすごくいろんな経験をさせてもらったなっていうのをめちゃくちゃ思うので、その経験も生かしつつ、まだまだこれからいろんな経験もしていきながら成長していきたいなって思います。はい、まあ、とりあえずこんな感じで髪色を変えてきました。レベル21になった私からですけど、レベル21になるので、21歳も皆さんどうかよろしくお願いします。本当に早いな、早いな、21歳か。もう20歳がなくなるのちょっと結構大きいかも。ということで、明日誕生日当日ちょっと動画撮れたらなっていうふうには思ってます。じゃあ20歳の私はこれで最後です。終わり方が分かんないですけど、はい、ありがとうございました。まあ20歳をさよならということで、21歳の私にお会いしましょう。これだけ。あ、ちょっと待って。こっちもいい？タックス？
あ、ええよ。ええよ。笑わせないで触れる。え、これ3つぐらいでいいかな。うん、あ、これに写真撮りたいのもちょっと。あ、そ、大丈夫？大丈夫。気をつけてね。袖燃えないでね。なんかすごい風来てる。呼んで。記録。ちょっと一回撮ります。何枚？
はい、ということでですね、昨日私誕生日迎えて無事21歳になりました。おとといかな言ってた自分への誕生日プレゼントなんですけど、昨日買いに行ってきたんですけど、じゃーん、こちら。動画でも言ってた通り、プラダのねローファーを自分への誕生日プレゼントにしようってずっと考えてたので買ってきたんですけど、前の20万人突破したのが2月とかで、1ヶ月に1回こんな高価なものをママ買ってるのかって言ったら全然そんなことないんですよ。たまたま重なってしまってポンポンと大きい買い物が続いてしまったんですけど、この前ねあのバッグを買ったのでどうしようかなっていう風に考えてたんですけど、これはでも私が誕生日が8月とかそんぐらいだったら多分買ってたと思うので、なのでちょっと買ってきました。昨日待ちきれず開けちゃったのであれなんですけど、開けたいと思います。せーの、オープン。じゃん。本当はあのちゃんと紙に包まれてたんですけど、全部処分してしまったので生身でパッと入れたんですが、さっきじゃーん、こんな感じです。このローファーは私ずっと欲しかったんですよ。めちゃくちゃ可愛くて、実はこれメンズなんですよ。レディースもこういう形でここにこの三角形のねプラダのマークがついたローファーがあるんですけど、このローファーすごく人気らしくて、レディースのやつは全部予約販売で届くのが5月とからしくて、でなんかその店員さんがメンズもあるんですけどみたいな、メンズのちっちゃい方のサイズもし履けたらって言われてて、ギリギリラスト1点そのお店に私のサイズの靴があって、でなんかレディースとメンズの違いが本線あるじゃないですか。これがレディースはもうちょっとここがね狭くなってて、この部分がちょっと長めのデザインになってたんですけど、私はメンズのデザインの方が好きだったので、どっちみちメンズで良かったなっていう風には思ってます。なんですけどね、これともう一個店員さんにおすすめしてもらったやつがあって、結構ねソールの部分がこれよりももっとボリュームがあって、でこのつま先もこれはちょっと丸みを帯びた感じなんですけど、その新作の方のやつはガッタというかスタイリッシュな感じのデザインのやつで、それもねめちゃくちゃ可愛かったんですよ。どうしようどうしようって言ってリアルに20分ぐらい悩んだんじゃないかなと思うんですけど、悩みに悩んだ結果こっちにしました。ノーマルなタイプっていうか、ずっと使っていけるのはこっちかなっていう風に思って、せっかくお高いお買い物をするんだったら長年ね使っていきたいなっていう風に思ってたので、私はやっぱりこっちがいいなと思ってこちらにしました。ということで、まあこんな感じですかね、私の誕生日動画すごいいろんな日の動画を組み合わせた感じの不思議な動画になったと思うんですけど、こんな感じで私は誕生日を過ごしました。たくさんの方にインスタとかでも祝っていただけて本当に幸せ者だなという風に改めて感じました。毎年毎年こうみんながストーリーズメンションしてくれたりとか、コメントしてくれたりとか、投稿してくれたりとかして、いろいろなメッセージをそれぞれの言葉で伝えてくれて、全部ねしっかりとさせていただいております。もう21歳なのでね、さらにレベルアップしていけるようにもっともっと今後も頑張りたいなと思っております。なのでよかったらぜひ今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。When the sky said the winter time is coming onAnd you cry to see a shadow, babe.